おはようございます。おはようございます。じゅんです。ほのみです。たえです。はい、今日はですね、たえちゃんとほのちゃんのリンゴルフアレンジマッチプレー対決ということで来ていただいたんですけども、はい、対決は後半、はい、前半は、まあ、練習とかしていただきながら、はい、ラウンドしていきたいと思います。前半調子を整えて後半に向けて、はい、頑張ってください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前半は、まあ、緩くラウンドしていただくんですけども、今回ですね、あの被災スポーツさんからいつもの距離計とかやってるんですけど、あのこの SC300 スイングキャディ SC300 というものをお借りしました。これですね、弾道距離計ですね。飛距離とかヘッドスピードとかが出る、うん、そう。おお、すごい。飛距離、スイングスピード、ボールスピード、なんて読むのこれ。あ、打ち出し角だね。打ち出し角、うん、ちょっと英語読めない、英語読めない。すごいね、小さいよね、すごい。そう、これね、すごい軽いんですよ。あ、手軽だ。そう、超軽量持ち運び式の弾道測定器 SC300i に代わって、さらにセンサーが良くなって実測値に近くなりました。なるほど。そうです。今日はね、これを使って前半たえちゃんとほのちゃんのいろいろ計測していきたいと思います。いいですね。はい、データで。データちょっと2人をいいミスだ、うん、こすりとかだったらもうバレちゃう。ボールの 1.5 メートル後ろにこれを置くだけ。こうですかね。これで本当にできるのかな。 1.5 メートルぐらいか。お願いします。あるかな。よいしょ。測定されないんだが。向きそっちで合ってる。え、こっちなのかな。お願いします。お願いします。ヤード。私のアプリ。あ、アプリ。すごい。何が浮かぶんですか。飛距離と走距離とスマッシュファクター、ボールスピード、スイングスピード、打ち出し角、頂点。あとスピン量。アプリとつなぐとアプリの方にはスピン量出ます。こういうふうに。これだけでもできるんだけど、うん、アプリとつなぐとこうスピン量まで出る。そうそうそう、出るっていう。すごいね。すごい、うん、230ヤードキャリーで。イエイ。すごいですね。すごい。そんな飛んだんだ。じゃあいきますか。これ、ね、セカンド地点でも使えるんですよ。セカンド地点でも何ヤード、何番ウッド。5番ウッド。これあのね、ちゃんと5番ウッドって、そう、5番ウッド選択するとこっちも変わる、うん、あ、すごいね、繋がってるからか。そう、今同期してるんで便利。すごい。178ヤード。でもすごい大きいんだけど。あ、今205ヤード飛んでる。あ、今あ、キャリーが、キャリーが178ヤードで、飛距離が205ヤード。え、飛ぶ、飛んじゃったね。なんで飛んだでしょ今。そういうことか。正確そう。うん、正確だよ。他社はこういう風に全部映んないんだよね。あ、繋げないとか。繋げないとアプリとかで見ないと分かんないんだけど、これはもうこれだけで全部表示されるので、すごい便利です。
すごい全部当たった。何ヤードですか？139ヤード、はい、何番？7番です。7番アイアン。キャリーはどうなるの？キャリーが132で飛距離146出る、うん、あ、ちょっとラン出ちゃったけど、うん、キャリーは予定通りです、うんうん、予定通りです。正確だね、うん、正確です。タイちゃんも正確なんだけどね。タイちゃんも正確。すごいね、これ超おもろいんだけど。すごい、うん、キャリーはさ、130ちょっとどうかなって。そうなんだ、うん、だけどちょっとトップ目というか、そう、ちょっとハウストップだった分、うん、ランが出ちゃった感じです。なるほどね、うん、ほら、あ、リモコン、リモコン、アプリと繋がなかったらこのリモコンで、うん、普通に番手とかもこれでポン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 って、うん、全部書いてあるから、シンプルだから使いやすい。そう、うん、これ押すと変わるからする。グリーン奥の停止位置までカートをお進めください、うん。もナイスバディバディ。後半なんだよ。間違いない。これね、練習場でも使えるんですよ、もちろんですけど、うんうん、ターゲットモードって言って、例えばね、150ヤード打ちたいとしたら150ヤードって設定して打って、それに対してスコアとかがつく。150ヤード打てたら何点みたいな。へー、そう、そういうモードもついてるんだよね。だから練習場で何ヤード打ちたいかって設定して、で打つっていう練習ができる。楽しそう、練習。そうで、このアプリマイスイングキャディってアプリがあるんだけど、それとつなぐと毎日の練習管理っていうのができて、で練習した日に打った数とか、まあ、どれぐらいこう自分が正確に距離打ててるかっていうのを管理する、後で見ることができる。日別とか、ね、軽いしね、ちっちゃいでしょ。あ、いいね、これ持ち運べる。いい、ちょっと欲しくなってきちゃったんだけど。くれるんですか？これくれないです。そうだね、これあったらめっちゃ練習になるよね、うん、欲しい。プロゴルファーもさ、練習ラウンドとかでさ、うん、こういうやつ持ってってさ、うん、測ってるもんね、うん、練習ラウンドでも、うん、石川遼くんとか、石川遼くんとかって勝手にくんづけで呼んでるけど。いくよ、こんなん。じゃあテロップピコって。いくらでしょう。じゃんつって、じゃん。いくらだった？気になるよね、うん、石川大ですよね、GPS も。そう、最近、あ、そう、レーザー、最近さ、レーザーと、うんうん、あとここに、あ、そう、これポチってやつ、何それ、ここで喋ってくれるの、距離知らない。あと時計型の GPS ナビ、うん、へえ、出しててプラスこれ、うん、そう、あとレーザーはさ、最近あれだよ、あの LPGA のオフィシャルパートナーみたいな感じになったんだよ。あ、そうなんだ、うん、すごいじゃん、すごいじゃん。アメリカの方のね、うんうんうん、LPGA のホールまで200だよね。210ぐらい。ないしょ。219ヤード。ここじゃない？で、ねえ。キャリーが219。うん。よっしゃー。206ヤード。206ヤード。
飛ばないじゃん飛ばないじゃん。トータルは何ヤードだったんですか？トータルは230。ああそうだよね、あっち超えてるもん。うん、たえちゃんはさっきのトータルで240ぐらいです。あすごい。そうちょっと抑えてからさっきより手前なんだ。なるほどなるほどえさっきは250いたのキャリー入れて、あロン、ロン、そうだ、だマジでロン、ロン入れちゃったロンしちゃった、ロンしちゃったね、何入れてね。さっき250飛んでたよね。すごい。ロン入れて。ロン。なんだ。200さっきこれだもん。250ヤード。そうですね。今は40ヤード。40だ。言ってくれた。喋ってくれた。10ヤード飛ぶパイちゃんの方が。そうだね。そうだね。今の230。そう230。行ったらもっと飛んじゃうから。そうなんだ。振ったんだけど今。そうだね。振ってたね。振ったよね。振ってた。なんかバンカー行ってそうだったこっちの。あ確かに、うん。ここ狙えないよねこの時間。狙えなかった。たえちゃんはスピンが2600で、ほのちゃん2920。多いね。ちょっと多いね。うん。もう本当に10ヤード違う。キャリーが今言った125、うん、トータルはちょっと今間違えてターゲットモードってやつにしちゃってた。なるほど、ごめんなさい、うん、なかなかドタバタしちゃった。何番？7番です。7番、はい、じゃん。130ヤード。トータル150ヤード。うん、いいと思います。そんぐらいだと思う。そんぐらいだから。ああ、すごいね。正確。正確、正確。打ってそうだねって思うのがまたすごいよね、うん。なんかラウンド中にちゃんとその飛距離が出てるかどうか確認するのはめっちゃいいね。うん。うん、いつもちゃんと飛んでるかわかんないし。ちょっとトースキャディさんください。提供してください。提供ね、お願いします。お願いします。これで欲しいよね。いいよね。これすごいいいね、うん、めっちゃいいからさ、うん、で置くだけでいいし、置くだけでいいしね。リモコンポッケに入れとけば、うん、バンってそれで決められるし、6番アイアン、6番アイアン、うん、あ、ユーティリティもあるよ。ユーティリティ型のアイアン。そんなのあるんだ。ユーティリティ型の。アイアン型のユーティリティ。どっちですか。ユーティリティ型のアイアンじゃない？これアイアンですよ。6番。そうなんだ。じゃあ6番アイアンでいいんだ。何話してるんだろうって顔してるよね。40ヤードです。飛んだのは。そうですよね。ちょうど手前ですね。ちょうど手前ですね。ぴったりだと思います。ぴったりだと思います。そうだよね。うん、何番で行きますか？8番で。8番。まあでも130ヤード、うん、合ってる合ってる。すいません、なんか変な球で全然全然、ね、
ちょっとね、計測にならないですね。いや、なってますよ、計測さんと。ミスったら、ミスってるから、うん、これも、うん、あ、これも、うん、数字になってる、数字になってる。辛いよね。え、辛くない？辛いよね、なんか、ごまかしてそこ立てない。ミスったなと思ったら、ミスりましたって言われるもんね。お恥ずかしい。すごい。動画を撮れるんですよ。映ってますよね。映ってる。うん、純ちゃん映ってる。映ってる。動画撮って、そうするとここに今保存されるのと、プラスこう線を描いたりとかできるんですね。うん、なのでちょっと今それをやってみたいと思います。おお、取れた。これで多分保存されるんだと思うんですよね。どこかに、ね、あ、こういう風に動画が保存されて、この書くとかあるんで、線を書けるんですよ。こんな感じ、こんな感じ。今ですね、被災スポーツさんの方でこちらの SC300i をレンタルしているそうなので、概要欄に被災スポーツさんの URL 貼っておきますので、ぜひご覧ください。